トレンチャントの覚え方。トレンチャントで言葉などが痛烈なとか辛辣なとかこういうふうに使っています。 Certainly the, I think the most trenchant criticism of the Children of the Sky is that it doesn't bring completion. And this is a particularly trenchant and important Giving Tuesday because it is of course coming during COVID-19. But I've had some pretty trenchant critics on the right, as you know. His most trenchant social critiques put current problems into the historical and philosophical perspective, showing that we're not the only peoples to have had to confront debt, poverty, injustice, and a decaying political system. Or they offer some more trenchant pointed criticism as opposed to, here's some random anecdote I thought of this morning on the fly. And it remains to this day one of the most trenchant treatises ever written about American political institutions. Now that bright young graduate student was Thomas. Beecham's lecture was trenchant and funny, and his instincts were right on the mark. Very trenchant critiques of established neo-Darwinian theory, but nothing new to replace it. Peter Berger at Boston University once made a very trenchant statement, which I'm going to leave with you. まあ、これはね、2万2000語レベルでね、まあ、研究の答えにはならないと思うんですけどね。最近1日1個ずつしか動画作ってないからね、自分用に作った単語がちょっと溢れてきましてね。これ、早く動画出さないと、ネタの鮮度がどんどん古くなっちゃうぞっていうことでね、ちょっと尺短くしてでも消化しようと思います。あ、そうだそうだ。語源を言っときますとですね。これトレンチコートのトレンチと一緒ですよ。こうトレンチってさ、あの、塹壕じゃん？こう地面にこうやって、地面にこうやってさ、切りつけたさ、塹壕じゃないですか、こうやって。ね。だからトレンチにはもともとなんか切りつけるとか切るとかそういう意味があって、こう地面をこうバッつってこう切り裂いてできた溝に人が入ってみたいなことなんで、トレンチはもともと切るとか、そういう意味が前提にあるんですけど、ね、これトレンチね。塹壕、わーいっつって。隠れろっつって。ね。こうやって地面を切ったからトレンチなんだよって。じゃあトレンチャントは、こう鋭く切ったような、辛辣なとか痛烈なっていう形容詞みたいな。じゃあもういいでしょ、それで。ね。もう語呂なんか作る必要性ないでしょうとは思うんですけれども、最近のニュースっていうかね、最近話題になってる人で語呂を作りますと、おばかたこ。She enchants us with trenchant remarks. 彼女は痛烈な発言で私たちを魅了する。ヘライザーちゃんね。ヘライザーちゃん知らない人いますか？もう検索してみて、ヘライザーって。カタカナでヘライザー。She enchants us with trenchant remarks. She 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 enchants us with trenchant remarks. カタカナでヘライザーね。もうこれがね、あの可愛い顔してね、ズバ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 芸能人のこの芸能ニュースみたいなのをね、切ってくんですよ。もう辛辣な言葉でね、もうバッスンバッスン切ってて。で、この人の動画が消されちゃった動画があって、消されちゃった動画は、これね、志村はクザとか言ってね、これなんか動画消されちゃったみたいだけど、この内容が、なんか志村けんを美化してるけど、こいつは昭和の芸人だから、いろいろひどいことやってんぞみたいな、セクハラまがいのことをアイドルにやってんぞみたいなことを言ってね、そんなやつが飲み歩いててコロナにかかったのに、そんなやつを美化していいのかみたいな感じでこうボロクソに叩いてたらね、なんか動画消されちゃったみたいなね。でね、ちなみにこの子はね、そんな若いのによくこんなボロクソに叩けるなーとか思ってたんですけどね、こう裏に構成作家がいるみたいでね。で、後ろのおっさんがいろいろ台本作ってるから、この子以外にも操り人形いろいろ使って動画作ってたみたいなんだけど、なんかこの子が当たったみたいなね。で、しかも、この子が当たる前はなんか、作っちゃ消されみたいなことを繰り返してたらしいんでね。だから、この子も下手したら消されちゃうかもしれないですから、早めにご紹介しとかないとね、せっかくゴロ作ったのに、ヘライザーっていうチャンネルがないぞ、みたいなことになるからね。いや、私、エンチャントがわかりませんとか言う人いますか？それはちょっと困ったちゃんですね。エンチャントは、知ってない？エンチャントよくゲームに出てこない？ゲームとか、トレーディングカードとかね。よくゲームに出てくるでしょう。魔法にかかったように魅了するみたいなね。もうほら。
ほら、なんだっけこれ。マインクラフトだっけ？なんかこういうのに出てくるんでしょ？もしくはなんか映画のキャラクターで出てこなかった？スーサイドスクワットだっけ？なんかあの映画にこういうエンチャントレスって出てきたじゃん。これですよ、これ。ほら、エンチャントレス。相手を虜にする謎の美魔女とかね。あのエンチャントかみたいなね。だからエンチャントを知らない人は今すぐ Amazon プライムかなんかでスーサイドスクワットを見ろと。クソつまんないからと。ね。あの映画ね。本当に。なんか今やってるスーサイドスクワット2は監督が変わってるからなんか面白いみたいなこと言ってるんですけど、あのスーサイドスクワット1は超つまんなかったよ。そのスーサイドスクワット1に出てくる、敵キャラ、敵のボスみたいなのがエンチャントレスだからね。それ見てくださいと。で、まあ適当にね、例文をご紹介いたしますとですね、まあ大体ね、コロナニュースちゃんと絡めてもね、やっぱりこう、following trenchant criticism とかね、become all the more trenchant as COVID-19 concerns have とかね、続き気になるみたいな。もしくは、a trenchant critique of COVID-19 lockdown とか、こういうふうにボロクソに叩きそうな人いますねとか、platform to block trenchant criticism of its COVID-19 related failures とかね。あるいは Spector's Trenchant Commentary on COVID-19 とか。他には We analyze some of the Trenchant dilemmas relating COVID-19 とか。Trenchant analysis of our COVID-induced economic malaise とかね。Fact based Trenchant criticism of the COVID とか。Criticism と相性いいみたいみたいなね。Offer Trenchant views on the COVID outbreak とか。で、最後気になるのがね、And we still do not know the answer to the trenchant question. Will coronavirus... ってね。痛烈な質問ってなんだろうみたいなね。もうあなた方の代わりにクリックしましたよ。そしたら、And we still do not know the answer to the trenchant question. Will coronavirus become a deadly pandemic that sweeps around the world? って。コロナウイルスは死にまくるようなパンデミックになって世界を席巻するんですかみたいな。そういうこと？答え何なのこれ。ね。まだ誰も知りませんみたいなね。これだってまだ夏だもんね。冬になったらどうなっちゃうのよと。ね。今東京じゃ5000よ。5000、5300？ねえ。だいたい去年なんか300人で怖えとか言ってたのに今5000だからね。じゃあ来年5万とかになってんじゃないのみたいなね。てか、学校再開して大丈夫なの？そしてコロナのワクチンは本当に打っていいの？この西川先生の脳内出血はコロナのワクチンのせいじゃないの？みたいな。もう俺こんなん聞かされたらビビりまくっちゃうよみたいな。なんかワクチン打ってハゲてる女の人いるけどみたいな。男の人もこうやってハゲてるけどみたいな。大丈夫なのみたいな。なんか赤いブチュブチュできてるけどこれ大丈夫なのみたいな。でもそれはまだ誰も知りませんみたいなね。まあ一応ホークスも作ったけどね。今日はスルーしますよ。そんなもん。もうホークスを知りたい人は概要欄からクリックしてね。 She enchants us with trenchant remarks.She enchants us with trenchant remarks. She enchants us with trenchant remarks. 概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。